ミマイナス -24、-24 ロシア空軍のミマイナス -24、P ス -24 は、ソ連のミル設計局で開発された、戦闘ヘリコプターである。北、大西洋条約機構の命名した、NATO コードネームは、ハインド。キエフの大祖国戦争歴史博物館に展示されるミマイナス -24V1978 年以来、ソビエト連邦国内で、 約2000機が製造され、30カ国以上に約600機が輸出された。ソ連のパイロットたちの愛称は、クラカジールであった。ミマイナス25は、ミマイナス 24D の輸出向けダウングレード型であり、ミマイナス35は、同様にミマイナス24類をダウングレードした機体であるが、ミマイナス 35P など、ダウングレード型ではない発展型もある。ミマイナス24は、 汎用ヘリコプターであるミマイナス8を原型として開発されたソ連発の攻撃ヘリコプターである。この種の攻撃ヘリコプターとしては異例の大型機であるが、これは強力な武装で地上を制圧しつつ登場させた不評部隊を展開してヘリボーン任務を行うことを想定して開発されたためで不評戦闘車のヘリコプター版とも言えるコンセプトである。しかし、 戦闘と輸送という二つの役割を一気に担わせる設計は結果的に悪い接中になってしまったことから後継機であるみ -28 やか -50 か -52 はより対地攻撃に特化したものとなったソ連のアフガニスタン侵攻では航空主戦力として後半に使用されたがアメリカがムジャーヒディーンに供給したスティンガーミサイルにより多数が撃墜された リーガで展示されるミマイナス 24A、24 A ミマイナス24の設計は、アメリカ軍の R-1 コブラなどを比較対象としながら、1968年に始められた。最初の量産型であるミマイナス 24A は、1970年に評価版として納入されたが、旋回が遅い、小準機のトラブルが多発する、並列配置の座席の試し替えが悪いなど多くの、 問題を抱えていた。また、三人乗りのコックピットはガラス張りの部分が大きかったため防御力に不安があった。機体全部の設計が大幅に見直されて重烈複座となり、その他の問題が解決されたのがマイナ未 -24D。エンジンの変更などで決定版となったのがマイナ四2 4トである。武装強化型のマイナ二 -24P では、 旋回式の 12.7mm4 重心、ガトリング機銃の代わりに固定式の 30mm 連装機関砲が装備された。1995年に導入された最新型の M-24VM は、軽量のファイバー製、メインローターとテールローターにより、全体的なパフォーマンスが向上し、夜間作戦用などのアビオニクスも一新された。年数やメンテナンス性も向上しており、 2015年までの運用が予定されている。未 -24D のコックピット未 -24 は、前述のようにス -8 を原型として開発された機体で、機体上部に搭載された2機のターボシャフトエンジンが直径17.3メートル、5枚輪のメインローターと3枚輪のテールローターを駆動させる。テールローターは未 -24A の後期型からは取り付け向きが、 ミマイナス17同様逆になっている。基地の問題としては、ミマイナス 24A は1969年のテストフライトで機体を傾けた急な旋回中に揚力を失って大きく横揺れすることが判明したが、その後の改良を経てもこれは完全には解決していない。もう一つの欠点として、激しい軌道を行った際に高荷重によりメインローターが 機体のビブを打つ可能性があった。また、最大限に積載した場合、垂直に上昇することができず、転移揚力を利用した短距離の滑走をしながら離陸しなければならない。大型で大重量の機体は純粋な戦闘任務に用いるには、持久性と機動性を削ぐことになり、また、兵員室を配置する都合上機体上部に並列に配置されたエンジンは一発の 被弾で両方のエンジンが破壊される可能性を高め、生存性に大きな問題を残すこととなった。2 2 4トのガナー用コックピット。座席の正面にあるのは、機関砲、ロケット弾用の光学照準機で、座席右側前方のスコープは9 k 1 1 4シュトルム対戦車、ミサイルコンプレックス用の照準機。2-24D 以降の機体は、 縦列複座のタンデム形状のコックピットとその上部にある横に二つ並んだ空気取り入れ口が特徴的である。前述のように中央部に兵員室があり完全武装した兵員8名を登場させることができる。機体の中原にあるスタブウィングには兵器の搭載装置がそれぞれ3機ずつあり物資を吊り下げることもできる。着陸足は 引き込み可能な三輪式である。防御能力に不安のあった未 -24A の反省から未 -24D 以降の方は非常に重装甲な機体構造となっており、チタニウム製のローターは1 2 7ト、mm、ル弾の直撃にも耐えることができる。また、NBC 戦に備えてコックピットは余圧されている。ソ連空軍所属未 -24。 エーマケドニア軍所属ミマイナス -24、ボルト国連平和維持活動に提供されたミマイナス -24、RKHR ミマイナス -24P 後期型、ロシア空軍のミマイナス -35M。足が固定式に変更されているほか、テールローターが X 字型に変更されている。またスタブウィングのハードポイントも片側2箇所に削減されている。 キプロス国家守備隊のミマイナス 35B。足が収納式から固定式に変更されているミマイナス24、35マーク、3スーパーハインド。この他、ミマイナス 24E という名称が文献上で用いられていることがあるが、これは誤認情報である。このような名称の機体はソ連では開発されておらず、NATO コードネームの ハインド E と混同して考え出された名称であると考えられる。同様のものとしてミ、ミマイナス24回という名称も見られるが、こちらはミマイナス 24E ほど普及してはいない。また、文脈上同様の間違いと考えられるものとしてミ、ミマイナス 24D という名称もあるが、これは偶然にも、ソ連側のミマイナス 24D という名称と、ナトコードネーム、 ハインドギーが一致していたため、他のものほど問題とはならない。このため、かえって、未 -24E、未 -24 回などという名称の普及を助長してしまったものとも考えられる。未 -24 は、その任務として、近接航空支援から対戦車戦闘、兵員や物資の輸送まで幅広くこなすことができる。実戦での運用の結果、 低空を飛行することが多いことから攻撃を受けやすいことへの対策として、作戦時には2機1組もしくはグループで行動し、他方向から同時に攻撃するという戦術が用いられるようになった。1977年から78年にかけてのオガデン紛争の際、未 -24 はエチオピア空軍によって初めて運用され、ソ連から運ばれる。 軍事装備の大規模な空輸を行った。1979年に、ベトナム空軍が、ポルポと政権下のカンボジア空軍に侵攻した際に、ミマイナス24を使用し、ガンシップとして、クメールルージュの基地や全焼地を攻撃した。1979年から88年にかけてのアフガニスタン侵攻の際、祖空軍がミマイナス24を大量に投入して主に、 ムジャーヒディーンに対する爆撃を行い、ハインドは一躍有名になった。アメリカ合衆国は、この戦争でムジャーヒディーン側に、赤外線誘導式のスティンガーミサイルを供給し、多数のミマイナス24がスティンガーによって、撃墜されている。しかし、スティンガーのない戦場では猛威を振るった。1980年から88年にかけての、イラン・イラク戦争のラマダン作戦などで、 イラク軍は未 -25 を投入した。国際連合平和維持活動に参加していたインド空軍が未 -24、35を使用。ポーランド軍は2004年12月、6機の未 -24D を戦場に投入。2006年7月18日に1機があるディワニャの空軍基地で墜落した。未 -24D は戦争後本国に戻さず、 再建されたイラク軍に引き渡されたり、状態の悪い機体については処分された。エチオピア空軍の3機のみマイナス35と10機のみマイナス 24D が敵対勢力との対戦に使用された。そのうち1機が2007年3月30日にアデンアッて国際空港近くで撃墜された。当初、 航空戦力を持たなかったマケドニア空軍が、ウクライナからスマイナス25と共に中古機発機を、緊急輸入。対地攻撃に投入し、成果を上げたとされる。ロシア空軍が使用した。シエラレオネリ空軍及び、民間軍事会社、エグゼクティブ・アウトカムズが使用。内戦終結後は、シエラレオネ側に引き渡され、同軍航空部隊に在籍している。ミャンマー空軍が、 ミマイナス 35P を少数民族の反乱が続くカレン州やカチン州に出動させており、コイン機と共にロケット弾や固定機銃による対地攻撃に従事している。シリア内戦でロシア空軍が軍事介入の際に使用した。ドンバス戦争においてウクライナ陸軍航空隊がウクライナ東部のやロシア派分離主義武装勢力の鎮圧に投入している。 ミマイナ未 -24 及びミマイナイ -25、三 -35 の運用国青が現役、赤が大役ソビエト連邦チコスロバキアスロバキア、東ドイツクロアチアパプアニューギニアニカラグアロシアでは、ミマイナ二 -24 を装備する展示飛行チームとして、ベールクトイが編成された。チーム名はロシア語で、犬足を意味するの複数形である。この部隊では、二十四 p 未 -24VP、未 -24VM 24などが運用され、展示飛行の他機体の評価もいった。現在は解散されている。未2 4 d メ面図参考リンク。ありがとうございます。